わね。うちなかなかやるじゃん。しつこい。あの世に送ってやる。鬱陶しいわね。ついてないね。楽にしてあげる。蝶と共に散れ。スタールインファントム。あの世に送ってやる。しつこい。蝶と共に散れ。スタールインファントム。開始いたします。おや、敵データ収集完了。捕獲マーク起動。愉快な反撃の時間です。後悔しても遅い。この機会を逃さないで。確認。おや？後悔しても遅い。ルールは破るためにある。支援開始いたします。まだ立ち上がりますか？
私の出番。下手に動くな。間に合う。ほんの気持ちよ。気にしないで。始めようか。お注射の時間よ。お休み。即戦即決で行こう。ルールは破るためにある。手の施しようがないわね。お薬の時間よ。助かった。騒ぎを起こしたくはない。始めようか。間に合った。ほんの気持ちよ。気にしないで。争いに意味はない。生死虚実、同点元気、勝負一角。それはつまり、俺たちが正確、この寒波の中心に近づいているということだ。これ。
じ込められた昆虫のようだな。反物質レギオンの下っ端がこの世界に来た時は、まさか自分がカンパに飲み込まれることになるなんて思ってなかっただろうね。でも氷の中のこいつらってまだ生きてるのかな。こんな時によく冗談を言う気になれるよね。者が残した遺跡？規則性のある城内の建物とは全く違うな。なんか大きな手のひらみたいじゃない？この世界の希望なんだから。抵抗するな、ブローニャ。共通の意思を受け入れるんだ。違う、これは私が望んだものじゃない。彼らが約束してくれた未来を見ろ、ブローニャ。貧困、寒さ、苦しみのない世界、囚人のように生きることのない世界、私たちが永遠に守り続けることができる世界。700年間、私たちは絶えず挑み、絶えず抗った。人間性という光が私たちを復興に導くと考えていた。だが、その結果はどうだ。私たちは大敗を喫した。なぜ私たちは圧倒的な力を前にしたとき、その言葉に耳を傾けるよりも先に抵抗し、耳を塞ぐことを選ぶのか。それこそが人間性の奥底に潜む消せない愚かさ、そして臆病さなのだ。それらを放棄し、貴様を縛る鎖を解いてやろう。性格は人類を進化させ、かの方は。そこまでよ、魔女。セーレン、やはり来たか。あの凄まじい吹雪で貴様らを葬れたと思ったのだが。甘いわね。あんたを倒すまで私たちは倒れたりしないわ。ブローニャ、あんたたちの間に何があったのかわからない。今説明されても多分難しい内容は理解できない。それでもはっきりしていることが2つあるわ。1つ目、こいつらは性格というものを封印するためにわざわざここまで来てる。2つ目、
私が言ったことを覚えてる？あんたに何かあったら私が必ず助けに行くって。そういうことだから、分かったかしら。たとえあんたがそこにいる女に洗脳されて私たちの約束をきれいさっぱり忘れてたとしても、私はあんたをぶん殴ってでも連れて帰るわ。十分な時間を与えた。別れの時間よな。貴様をここに連れてきたのにはもう一つ理由がある。それを教える時だ、ブロニア。私は貴様の選択を見届けたい。私は全ての真実を貴様に告げた。性格との取引も、私たちのかけた願いについても。私たちの間にもう秘密はない。何年も前、初めて性格の声が耳に届いた時、私は歴代の守護者たちと同じように目を閉じて耳を塞いだ。あの時の私は今の貴様と同じだ。苦しみながら剣僧者の言う尊厳を守っていた。私の信念は揺るぎないものだった。しかしある日、突然現れた変数によって全てが崩れ、私の前にもう一つの選択肢が現れたのだ。それは古い秩序を覆し、新たな世界を迎え入れるということ。そしてそれは、おぼろげでますます遠ざかる孫悟よりもずっと現実的なものだった。私はずっとこれらをどのようにして貴様に伝えるか悩んでいた。約束された明日はいつか必ず訪れる。もし貴様が私のそばで共に新しい世界を見守ることができないのなら、私は苦痛に苛まれるだろう。ブロニー、決して消えない苦痛にな。貴様らには感謝すべきかもしれないな、よそ者。貴様らという圧力によって私はやっと自分の最後の弱点に向き合えた。ブロニー、子供の頃から私の意志に従えと強制したことはない。いずれにせよ、貴様には常に選択肢がある。これは昔も今も変わらない。選ぶがいい、娘よ。カカリア様、私を育ててくださったこと、そして選択の権利を与えてくださったことに感謝しています。でもごめんなさい、お母様。今この時はあなたのそばに立つことはできません。人間性の奥底にあるのは愚かさと臆病さであり、絶望的な状況は人間の心の闇を反映している。それはあなたの言う通りかもしれません。でも絶望的な状況の中で生きるために懸命に戦っている人たちをあなたは見ていない。私は彼らの中に光を見た。キンクの前線で、下層部で、あなたが見ようとしなかった隅っこで。私たちの祖先はこの町を自らの手で築き上げ、
吹雪の中で文明を守るために戦ってきたのです。たとえ世界が崩壊する定めにあったとしても、その道は人間の手で切り開かれるべきものです。運命はこの災いの種に委ねるものじゃない。私たちは普通の人間から選ばれた守護者です、お母様。そして守護者の職務は人々が築き上げた世界を損護すること。私たちは神でもなければ審判者でもありません。あなたは人間性を踏みにじり、同時に審判者と神を演じようとしている。こんなこと私は許しません。そうか、それが貴様の選択か。よくわかった、ブローニャ。残念だ、貴様がこの美しい世界を見られないことは実に残念だ。思想の束縛を解くことはできなかったのだな。知っていたか、本来貴様は新世界の母となるはずだったのだ。すでに定まっている。それは私たちの手の中で展開されるのだ。そして貴様らは新世界の礎となるがいい。古いものを壊さずして新たなものは作れない。大守護者として起動を命じる。造物エンジン。これは建造者の古代ロボット。みんな気をつけて。星の秘密を求める鍵よ、開拓者たちに真なる祝福を。星の祝福をあなたに。こっからが本番だよ。ルールは破るためにある。一撃で沈める。うちに出くわすなんてついてないね。動かないでね、今祝福してあげるから。エンジンよ、奴らを潰せ。絶対にあれを止めるわよ。逃がさない。準備はいい？反抗も陽動も霊落も全部。誘った覚えはないけど。はい、ハイになれ。
選択、星の秘密を求める鍵よ、開拓者たちに真なる祝福を。たまには真面目に行こっか。うちのとっておきを食らえ。即戦即決で行こう。食らえ。ルールは破るためにある。ラッキースターは誰かな？うちがいるんだから負けないよ。この曲を。はいい？反抗も陽動も霊落も全部始めようか。いや、誘った覚えはない。星の祝福をあなたに。うちってばなかなかやるじゃん。動かないでね、今祝福してあげるから。盛り上がってるじゃん。もっと叫びなさい。即戦即決で行こう。礼儀の待ってないお客さん。ラッキースターは誰かな？うちの出番。ほら。約束した未来こそがこの世界の唯一の希望。700年前、それは反物質レギオンを駆逐した。そして今日、再び貴様らの存在を抹消する。痛くもかゆくもない。
ためにある。始めようか。くらえ！軟弱で愚かな人間だ。どうやら身の程というものを知らないらしい。私が絶望を教えてやろう。私はカカリアと戦っていたはず。どうしてここに？前回ここに来た時、ナヌークは私をちらっと見てた。まさか。商業区が陥落しました。住民の避難は完了していますが、シルバーミン26名が犠牲に。続けろ、ジェパード。私には分からないのです。犠牲になった兵士たちが本当に死んでしまったのか、ボロボロになった彼らが劣界の中でさまよっているところをこの目で見ました。あの中での出来事は世の摂理から逸脱している。狂っていると言っても過言ではありません。大死亡者様、恐れながら申し上げます。現在の状況が続けば。分かっている、ジェパード。もうよい、下がれ。救援を交流するように。彼らが行っているのは違法な研究だ。どうして？カカリア、いつからそんなに冷たくなったわけ？セーバル・ランドゥ、貴様はかつて私の最も大切な友人だ。
間に押し寄せてきます。ここは、ここは危険すぎます。愚かで卑しい。はい、何かおっしゃいましたか。誰にも理解できない、私以外誰にも。彼らには目があり耳もあるというのに、見えない、聞こえない。死を糧とし、彼らの愚行と恐怖を許すのだ。お母様、やはり私には理解できません。烈海の侵食はすでに下層部まで広がっています。シルバーメインを撤退させてしまったら、下に残った人々はどうやって身を守ればよいのですか。彼らの安全は自動騎兵が守るだろう。最も重要な防衛線はここだ。上層部が陥落すれば地下も瞬く間に滅びる。地上の防衛線は絶対に守り抜かなければならない。これが選択だ、ブローニャ。リーダーとして貴様は選択する勇気を持たなければならない。貴様と私たちにはさらに重要な使命がある。いつの日か貴様も選択を迫られることになるだろう。さらに重要な使命。今はまだ早い、ブローニャ。まだ早すぎるのだ。その時が来ればおのずとわかる。これ以上私たちに失うものなどあるだろう。
にしてはならないことなどはあるだろうか。琥珀の輝きに触れるがいい、開拓者。あなたの中にある孫悟の意志が、かのアイオーンの目に留まるほどのものかどうか、確かめよう。フラク星の祝福をあなたに、この曲をあなたに、選択、星の秘密を求める鍵よ、開拓者たちに真なる祝福を。ラッキースターは誰かな。盛り上がってるじゃん。私のリズムに乗れ。反抗も陽動も霊楽も全部真面目に行こっか。うちのとっておきをくらえ。旧世界が崩れる。このボケ殴ったね。
この曲をあなたに。もっと叫びなさい。うちに出くわすなんてつい。ほら。盛り上がってるじゃん。私のリズムに乗れ。やり先に火を。炎の槍を断ち切れ。今祝福してあげるから。殴ったね。たまには真面目に行こっか。うちのとっておきを食らえ。新たなる未来。弱き者のために。礼儀のなってないお客さんね。はい。この曲をあなたに。うちに出くわすなんてついてないね。うちがいるんだから負けないよ。己を解き放つ準備はいい。反抗も陽動も霊絡も全部。逃がさない。殴ったね。ラッキースターは誰かな。全ては星々の戦、星の秘密を求める鍵よ。開拓者たちに真なる祝福を。攻撃のチャンスだよ。
陽動も霊絡も全部避けてね。過去を飲み込んで弱き者のために。星の秘密を求める鍵や開拓者たちに真なる祝福を。誘った覚えはないけど。星の祝福をあなたに。見事にやり遂げたね。あ、でも性格はどうしたらいいのかな。今までは全部ヨウおじちゃんが処理してたけど。姫子さんとベルトさんには連絡を入れてある。この性格は2人が封印してくれるそうだ。さすが、これでこの世界の危機は去ったってことだよね。風雪激しく、止まるはがたし。性格が封印されれば、寒波は徐々に収まっていくだろう。だが、この世界の劣界は急激に広がることもなければ、忽然と消えることもない。ヤリイロ6は確かに再生の可能性を得たが、それには時間が必要だ。ここから先は、彼らの努力次第だろう。みんな、ありがとう。ありがとう。でも私は大丈夫。心配はいらない。やるべきことはたくさんある。あの造物エンジンによる騒動にはきっと市民たちも気づいたはず。多くの疑惑を晴らす必要があるし、公表すべき真実もある。
ただどうすればみんなに受け入れてもらえるのかわからない。そんなことが本当に可能なの？お母様の真の目的を人々に告げ、700年も続いていた嘘を明らかにする。ダメ、それは絶対にダメよ。ゼーレ、私どう説明したらいいかわからないけど、他に方法はないと思うの。仮想部で私たちは毎日ある言葉を子供たちに言い聞かせてた。明日はきっと良くなるってね。そうすればたとえ嘘だと分かっていても希望を抱いて眠ることができるから。もしここで起きたことが知れ渡ったらどうなるか想像できるでしょ。人々は間違いなく絶望してしまう。守護者さえ信用できなくなったら、私だったら何を信じればいいのか、何が信じられるのか、わからなくなるわ。お母様は、ベロブルグを損護するために犠牲になった。天外から降り立った来訪者から彼女は性格の秘密を知らされた。そして彼女は初代大守護者であるアリサ・ランドが性格を破壊できなかったことも知っていた。それでも彼女は人間の想像をはるかに超えた力に挑むことを決意した。そうして大守護者カカリアは自らを犠牲にしてベロブルグを危機から救った。今からこれが真実になる。あなたたちはどう思う？それならまだ孫悟の希望はあるわね。合理的だな。少なくとも嘘だと反証するのは極めて困難だ。どうして嘘をつかなきゃいけないの？よくわかんないからパス。うちはやっぱり本当のことを言う方が好きだもん。でもみんなの言うこともちょっとは理解できるよ。優秀な守護者だった。真実を残したいのなら過ちも狂気も邪悪も夢も全て私の記憶の中に留めて私が背負えばいい。大守護者の責務を受け継ぐ以上私は甘い幻想を捨て去る必要がある。ごめんなさい、ツエレ。あなたにはこの秘密を私と一緒に守り続けてほしい。私たちの命が尽きるまでずっと。もちろん。どうすればいいか分かってるわ。ありがとう。それじゃあ前に約束した通り上下をつなぐ橋を架けるために動きましょう。性格が封印されたことを仮想部のみんなに知らせてくれる？
もうすぐ封鎖は終わると。自由に呼吸できるようになると伝えてほしいの。私に任せておいて。きっとあなたも首を長くして待ってるはずよ。あなたが取り継いでくれるなら私も安心して行政区に戻れる。ジェパード獣影官とセーバルさんに伝えないと。ちょっと大丈夫？どうしたのブローニャ、どこか具合が悪いの？私は大丈夫。早く動かないと。でもすごく苦しそうだよ。どうしよう。あんた何か考えはない？わかった。忘れるところだったけど、あんたたちまだ指名手配されてるんだったわね。私は仮想部の人間だけど、あんたたちほど目立たないでしょうし。それじゃ、ナタへの報告はあんたたちに任せるわ。ブローニャのため、ベロブルグのために、あんたたちも秘密を守るのよ。ねえ、さっき急にかっこいい武器を持って戦場に現れたけど、一体何があったのかちゃんとうちらに説明してくれない？自身よく分かっていないのだ。今回が初めてじゃない。宇宙ステーションで終末獣と対峙した時も同じようなことが起きていた。ナヌークに一別されたことは覚えているか？今まで性格は壊滅と関係があると考えていたが、どうやらそんなに単純な話ではないようだ。一度ベルトさんに相談しなければ結論は出せない。まずは今やるべきことを終わらせよう。姫子さんとベルトさんが性格を処理している時に邪魔をするのは避けたい。この件について話すのは列車に戻ってからだ。うん、そうだね。一度やると決めたことは最後までやり通さないと。早くナターシャを探しに行こう。
夫？どこか痛いの？めまい？力が入らない？それとも…なんて言えばいいかわからないの。ただ、全身がすごく寒い。そんなの当たり前じゃない。ここはとんでもなく寒いんだから。早くここを離れましょう。でないとあなたまで凍えてしまう。平気よ、私は丈夫にできてるの。ほら、ちゃんと捕まって行きましょう。診療所の周りに人がたくさん集まってる。あの人たちもさっきの戦いの影響を受けたのかな。早く行ってみよう。ナターシャ、オレグさん、お待たせ。あ、戻ってきたわ。こんなに早いとは。その様子を見るに、いい知らせを持ち帰ってきたんだろう？うん、もちろんだよ。うちらがどれだけ苦労して。やっぱりこの子から話してもらおう。うちは報告とか得意じゃないし、余計なことを言ったらまずいでしょ。俺たちも戦いに参加し、その一部始終を目撃したんだ。二人とも全然顔色を変えないなんて、もしかして謎めいた過去を持つ人に必要なスキルなの？カカリアが？彼女がベロブルグのために。そう、分かったわ。つまり下層部にまで伝わってきた強烈な揺れは、その戦いが原因なんだな。ありがとう。君たちが上で何を経験したのかは想像もつかないけど、いい結果になってよかったわ。ところでゼーレはどこに行ったの？安心して、ゼーレなら大丈夫。ブローニャが体調を崩したから、今は彼女に付き添ってるの。そうだったのね。何はともあれ、君たちが無事でよかったわ。カカリアが犠牲になったということは、あのシルバーメインの娘が守護者の地位を引き継ぐんだな。彼女は意志が強く、言ったことは必ず実行する娘だ。彼女の助けがあれば、下層部はきっと生まれ変わることができる。うん、そうだ、ブローニャから伝言を預かってるの。もうすぐ封鎖は終わり、自由に呼吸できるようになるってさ。自由に呼吸。そうね、それこそが私たちの願い。美月ちゃん、タンコウ君、それに君も、
もう少しだけ力を貸してくれる？この希望の象徴となる知らせをみんなに伝えて緊張をほぐしたいの。ありがとう。誰から伝えるかは君たちが決めてちょうだい。他の人は知恵に任せて。仮想部の知り合いってたくさんいるよね。ねえ、誰から知らせるべきだと思う？わかった。残りの人には私たちから伝えるわ。このまま順調にいけば、おそらくこれが遅延最後の任務になるでしょうね。大航空の方もさっきの戦闘の影響を受けてるのかな。落盤事故が起きていないといいが。一緒にいるみたい。まさかまた喧嘩してる？早く様子を見に行こう。私たちの手持ちの物資も多いとは言えないけど、これはあなたたちが持って行って。俺たちの物資は足りてる。それはお前たちが取っておけ。また騒ぎを起こしてるの？あなたたち、待って、それは誤解よ。さっき工具が激しく揺れて小規模な土砂崩れが発生したんだけど、たまたま居合わせた流浪者たちが助けてくれたおかげで工具たちは無事に逃げ出すことができたの。だからどうやってお礼をすればいいか話し合ってたのよ。採掘チームの物資も潤沢ではないから。私たちと関係があるの？じゃあ真面目に聞かないとね。つまりもうすぐ上層部と交流できるようになるってこと？信じられない。これは夢じゃないよな。こんなことが本当に起こり得るのか？夢じゃないよ。信じられないならほっぺたを思いっきりつねってみればわかるでしょ。全てが以前のように戻れば、採掘チームは飢えと寒さに苦しみながら生活する必要がなくなる。あなたたちも今みたいに誰かにすがりながら尊厳を失った生活をせずに済むのよ。あなたは採掘チームの救世主で、仮想部の人たちにとっての英雄よ。ナターシャに採掘チームは仕事を再開する準備を進めるって伝えてもらえる？本当にケーブルカー乗り場が開放されたら、私たちも工夫の代表を上に派遣して建造者と交渉するわ。Thank you.
幼児ちゃんはオブラートに包んで言ってたけど、つまり性格を封印してもここの苦しい状況を一気に変えられるわけじゃないってことだよね。どうしよう、どんな顔してみんなに会えばいいのか急にわからなくなっちゃった。性格とは残酷なものだ。少なくとも俺たちが今までに訪れてきた星に比べればここには希望が残っている。やっぱりみんなに今の状況を説明した方がいいよね。檻を見てブローニャに伝えよう。今はこの雰囲気を壊すべきではない。まだ早いし、どこかへ行く？お疲れ様。みんな大丈夫だった？嬉しいことを言ってくれるのね、君は。あとは封鎖解除の知らせを待つだけね。ブローニャがあまりみんなを待たせないように祈ってるわ。そういえばスバローグとクラーラちゃんは守護者の一件で影響を受けたりしてないかな。大丈夫じゃないかしら。スバローグは遅延には遠慮がないけど、クラーラにはとても優しいから。でもどうしても心配なら機械集落に行って彼らを探してみるといいわ。よそ者クラーラの友達、ありがとう。よそ者クラーラを助けてくれて。どうして途切れ途切れに喋るんだろう。おそらく言語モジュールが故障しているのだろう。クラーラのところに連れて行ってもらえるか。よそ者はクラーラの友達、ついてきてほしい。
来客だ、クラーラ。殴られたいの？さっき大きな揺れを感じました。上から伝わってきたんだと思います。スバローグが言うにはそれは高い確率で、計算再開。結論、造物エンジン可能性 97.66%。エンジンはかつて剣装者たちが使っていた土木工事用の機械だ。兵器ではない。もういいよ、どうせうちらが勝ったんだし。あの大きなロボットのおかげで性格をどうにかできたんだもん。ブローニャも上下の封鎖を解くって約束してくれたし。これでスバローグはもう、ううん、しばらくの間は下層部の損後に悩まなくていいよね。ありがとう、みつきお姉さん。ありがとう、皆さん。正直に言うと、クラーラはあまり期待していなかったんです。でも今ならいいよね、スバローグ。皆さん、他の星から来た旅人なんですよね。クラーラも皆さんみたいにいつか遠くへ旅に出てお友達をたくさん作りたいと思っているんです。計算結果更新。任務ナンバー0001、下層部の損後完了。任務終了。
確かに先延ばし癖がある誰かとは違うな。そういうこと言わないでよ。まだ早いし、どこかへ行く？